ストレス解消どころか仕事の生産性が 9% もアップするという研究結果も出ています。大事なプレゼンなどストレスの大きい仕事に入る前には、こんにちは、即決営業の井本です。日々の営業活動お疲れ様です。営業マンはいつも数字に追われて大変ですよね。ノルマが厳しかったり、お客様からクレームをいただいてしまったりして、日々ストレスを感じる瞬間があると思います。休暇を取ってのんびり過ごしたり、羽を伸ばして遠出をしてみたりだの、まとまった時間を使ってがっつりストレスを解消することは確かに大事なことです。しかしストレスは解消した方がいいと分かっていても、日々の業務に忙しくってそんな暇はないと悩むあなたの気持ち、よく分かります。そこで今回は10分以内に心がスーッと落ち着くストレス解消法5選をお伝えさせていただきます。目の前のストレスをサクッと解消して、すっきりとした気持ちで次の仕事に取り掛かりましょう。即決営業、一つ目のストレス解消法は一時停止リマインダーです。この一時停止リマインダーとは、 Google 社の人材開発部門が編み出した画期的なストレス解消法で、やり方はとても簡単です。 YouTube などでよく見るいわゆる一時停止マークを、自分の机やパソコン、スマホなど目につくところに貼っておくだけ。ストレスを感じそうになったら一時停止マークを見て、ゆっくり深呼吸をしてみてください。不思議と感情がリセットされて平常心を取り戻せます。2つ目のストレス解消法は、楽しい記憶を思い出すです。プレゼンがうまくいった時の記憶、初めて契約が取れた時の記憶といった過去の楽しかった記憶を思い出してみてください。今まさにストレスを抱えていて、仕事で楽しい経験なんてないと思ってしまう方は、友人がくれたお土産やプレゼントの記憶、運動会のかけっこで一番になった時の記憶、受験に合格した時の記憶など、今の仕事に無関係な記憶でも OK です。過去の楽しかった思い出にほんの少し浸るだけでストレス解消できることが科学的にも証明されています。手軽で効果的な方法ですので、ぜひお試しください。3つ目のストレス解消法は、ガムを噛むです。実はガムを噛むとストレス解消効果が得られます。顎を動かすことで脳の血流が良くなり、感情のコントロールがしやすくなるからです。ある研究によって、ガムを噛みながら難しい計算問題に取り組むと、不安やストレスが解消され、問題の正解率も上がるということが分かっています。1日30秒から45秒、ガムを噛むという習慣を生活の中に取り入れてみるといいでしょう。ガムが苦手な人は、昆布やグミでも代用が可能です。4つ目のストレス解消法は、動物の動画を見るです。アニマルセラピーという言葉があるくらい、動物との触れ合いにストレス解消効果があることは有名ですね。しかし実際にペットを飼うとなると、どうしても費用的な負担が生じます。それに日々のお世話や、何かあれば動物病院に連れて行くといった手間もかかるため、ペットを飼うには相当の覚悟が必要です。しかし実験により、実はペットを実際に飼わなくてもアニマルセラピーは可能であるということが分かりました。 YouTube などで動物の動画を2分から3分ほど鑑賞するだけでストレス解消効果を得られるのです。ストレス解消どころか仕事の生産性が 9% もアップするという研究結果も出ています。大事なプレゼンなどストレスの大きい仕事に入る前には、可愛い動物の動画を 2,3 分眺めてみてください。肩の力が抜けて、よし行くかとフットワークが軽くなるのを実感できるでしょう。5つ目のストレス解消法は、筆記開示です。筆記開示とは、紙とペンを用意して自分のネガティブな感情を紙の上に書き出すという方法。具体的なやり方は次の2ステップです。ステップ1、
ストレスを感じたことを思い出す。ステップ2、その時に感じたネガティブな感情を紙に書き出す。です。筆記開示の時は言葉を選ばず、思いっきり書き殴りましょう。脳内のメモリーが整理されて、驚くほど清々しい気持ちになります。ストレス解消法といえば、やけ酒やギャンブルに走ったり、タバコを吸ってストレスを緩和しようとしたりする人も少なくはないでしょう。しかし、深酒もタバコもギャンブルも、実はすべて間違ったストレス解消法です。ほんの一瞬、その時だけは、ストレスから解消されたような気分になりますが、それは勘違い。過度な飲酒もタバコもギャンブルも、脳と体にかなりのストレスを与えています。あなたの生活を振り返ってみて、もし当てはまるものがあれば、少しずつ改善していきましょう。ストレスを忘れるためではなく、娯楽としてほどほどに、楽しむ気持ちを大切にしてくださいね。即決営業。今回は10分以内に心がスーッと落ち着くストレス解消法5選をお伝えさせていただきました。ストレスを溜めたまま放置すると、体調を崩したりイライラしたりして、ついミスをしてしまったり、いいことはありませんよね。短時間でパパッとストレスを解消して、次の仕事に取り組めば成果も出やすくなります。正しいストレス解消法を身につけて、負のループにはまることなく、ポジティブな気持ちでいることがトップセールスへの近道です。私たち即決営業は、あなたの営業スキル向上を全力でサポートします。私たちと一緒に明日もニコニコ笑顔で頑張りましょう。我々株式会社即決営業は、あなたの成約率をアップさせるため、東京新宿セミナールーム、大阪難波セミナールーム、ウェブ参加型のオンラインでの無料セミナーを随時実施しています。今より大きな売り上げを作りたい、正しいセールスのやり方を学んでみたいという方は、東京大阪ウェブでの無料セミナーにご参加されてみてください。右上のリンクをクリックしてセミナー日程をご覧いただき、ご都合の良い日程を選んでお申し込みください。無料でご参加いただけます。よろしくお願いいたします。あなたの商談数成約率が上がることを願っております。一緒に頑張りましょう。即決営業の井本でした。ありがとうございました。